韓国王さ一部は7日午前11時、反問店を通して韓国人一人が北朝鮮より引き渡されたと明らかにした。北朝鮮は前日午前、北朝鮮赤十字会中央委員会名義の通知文を通して、先月22日に北側地域へ不法入国し拘束された韓国人一人を反問店を通して韓国側へ送還すると通告。 これに対し、韓国側は6日午後、受け入れ意思を北側へ表明した。韓国政府は、北朝鮮が、韓国国民を人道的な見地から相関することについて肯定的に評価すると明かした。